はい、6月27日火曜日、イカレる水面の時間です。よろしくお願いいたします。はい、火曜日はいつもと同じメンバーです。麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いいたします。はい、もう一方、産経新聞論説委員の阿比留瑠衣さんです。はい、よろしくお願いします。それからこう一点スカイプで、タレントの千葉玲子さんです。はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日のトピックス、一般ライブ、ボロボロ岸田内閣、公明党と関係修復へ、小渕優子氏を日本の先頭に、今春の木原節、安倍派 VS 岸田派代理戦争の行方、中国愛国主義教育法を提案、財務省批判で激おこ、今週の岸田メモ。はい、というわけで、また本日も視聴者アンケートを実施します。質問、日経平均株価が3万3000円前後で推移、バブル崩壊後の最高値をつけてます。これは1、まだまだ景気回復の実感なし。2、株価の異常な上昇は根拠が薄い。3、30年もの長い経済、停滞の終わりの始まり。4、コロナ明けで景気マインド上昇。1234にない場合はチャット欄に書き込んでください。チャットに書き込んでください。一般公開ライブのエンディングで結果を発表しますとのことです。はい、では最初ですね、18番、自公関係でいきましょう。お願いします。はい、自公亀裂修復へ、衆院選協力合意、東京以外で相互推薦。自民公明両党は27日、次期衆院選の選挙協力に関し正式合意した。自民幹部が明らかにした。自民は東京29区、荒川区、足立区西部を除く計10小選挙区で公明候補。公明は東京都以外の選挙区で自民候補を相互推薦する内容。基本合意文書締結に関し両党幹部がそれぞれ説明する。じゃあ19もお願いします。はい、夫婦喧嘩は離婚の危機あるが、我々は兄弟だ。萩生田氏が自公の関係修復。自民党の萩生田政調会長は24日党愛知県連大会に出席し、自民公明両党の関係について兄弟喧嘩は仲直りしなければならないと述べ、関係修復の重要性を訴えた。萩生田氏は、我々は政権を担っている責任を持って連立を組む有党とスクラムを組むことが大事だと強調し、夫婦喧嘩は離婚の危機があるが、我々は夫婦ではなく兄弟だと述べ、強固な関係をアピールした。これ阿比留さんね、その講談の方で、はい、萩生田さんの夫婦喧嘩は離婚の危機があるが、我々は夫婦ではなく兄弟だ、兄弟だって兄弟喧嘩ってあったし、抜き差しならない喧嘩ってよくあるじゃないですか。まあ、それを言うと夫婦っていうのは大概一緒に暮らすもんですけど、うん、兄弟って大人になったらそれぞれ別の道行きますけど、まあ、そうですよね。もうちょっとこれ正直言って萩生田さんが何を言わんとしたのかよくわからない。よくわからない、ねえ。まあ、彼は東京都連の会長だから、となんとか修復したいなとは思ったということなんでしょうが、しかし、まあ、これ前段の方で見る限り協力合意と言ったって、ね、元には戻ってないわけですよね。いや、しかも行儀よしくこんな当たり前のことをセレモニーでやんなきゃいけないぐらい傷は深いということですよね。そういうことです。今回ですね、でもそれは両方の政党の思惑があって、公明党は日本維新の会がとうとう言われ予測された通り関西の6選挙区で独自候補を立てると、はい、そうですね、全面戦争だということになりましたし、自民は自民で支持率急落で、政党支持率も下がってますから、そうですよね、これはピンチですよね。だからそのお互い弱みを抱えている中で、まあ、すがる相手はお互いしかないということでやってるんでしょうが、でもそこに至る過程で少数政党である公明党の傲慢さもあらわになって、その傲慢な公明党に膝を屈する自民党のみっともなさもあらわになって、はい、
まあ、ちょっともうなんかどうしようもない状況ですよね。そうですよね。でアンケート調査なんかやってもいやこの際だから公明党と別れろっていう意見って結構多いですよね。多いですね。特に自民党支持者で多いですよね。多いですよね。あの公明党は、自民党のブレーキ役を果たして昔よく言ったんですね、うんうん、でもそれは自民党側から取ってみたらなんでこんなに政策進めたいのに片っ端からブレーキかけるんだと、うん、で結局公明党が入って、うん、に足して2で割るような中途半端な法案になってしまう、うんうん、まあ、そういうことをこの20年間繰り返してましたからね。そうですよね。まあ、でも20年って区切りはそろそろ本当に関係を変えるのもちょうどいいんじゃないかと思うんですけど、ね、ちょうどいい。私もそう思いますけどね。さあそれで、菅さん、これ公明党長菅さんというふうに出てくるんですが、じゃあレイちゃん20番を読んでください。はい、岸田官邸は脱菅模索、岸田首相はこれまでと異なる自公関係を探っている、自民公明両党は過去いさかいが生まれた際に菅前首相と公明の支持母体である創価学会の LINE で対処し協力関係を維持してきた。しかし次期衆院選の東京での候補者擁立をめぐる今回の対立では首相官邸は菅氏のパイプから脱却した対処を図った。これは意図的に菅さん の, そのルートというかパイプ を何頼らなかったというそういうことなんですか。そうでしょうね、うん、まあ、岸田さんと菅さんはもともと距離があるのは有名な話ですし、もっと言うはっきり言えば菅さんは岸田さんのことを全然評価してない、はいはい、そういう立場ですからね、うん、しかしじゃ あ, まあ脱却を図るのはいいけど本当にじゃあ岸田さんと、公明党創価学会とパイプができたかというとそういうわけじゃないんです。ですよね。まあ、今回は公明党も弱ってて、応じたという形でしょうね。ねえ、まあ、公明党も公明党で例えば東京29区に、独自候補を立てたとしても自民党から比例は公明とかいろいろ言ってもらわないと通らないんですね。そりゃそうですよね、まあ、だからですね本当に、うん、そろそろこういう関係も見直した方がいいですね、うん、私もそう思いますね。はい、全然今度関係ない木原誠二さんですね。21番をお願いします。はい、小渕優子氏を日本の先頭に木原誠二副長官が期待。木原官房副長官は自民党の小渕優子組織運動本部長のパーティーで挨拶し日本のリーダー候補として小渕氏に期待を示した。世界では若い世代がリーダーとして働いている、小渕さんにも先頭に立っていただかなければならないと述べた。木原氏は岸田首相の最側近、9月までに実施が見込まれる内閣改造等役員人事で小渕氏が起用されるかどうかに注目が集まりそうだ。22番も一緒に、あ、じゃあ次も、あ、はい、安倍先生です。ポスト岸田を狙う茂木幹事長を切って同じ派閥の小渕氏を幹事長に当てるという岸田首相の思惑をほのめかしたのか。これはそういうことなの。いやいや、まあ、これはその可能性もあるという程度の話なんですが、うんうんうん、いや今回その小渕さんをあの何らかのポストで処遇しようという声はしかしかなり強いんです、うん、はいはいはい、で茂木さんはそのギラギラしたそのポスト岸田候補であって、したがって岸田さんもなんか非常に警戒をしてて、うん、どんどん二人の関係も良くないわけです。良くないですよね、もともとがね、うん、そういう中で茂木派は今茂木さんが青木参院のドンがなくなったことも含めて、はいはい、掌握しつつあるって言われてるけども、うん、茂木さんがあまり好きじゃない人も中にはいて、うん、そういう人たちは小渕さんを担ごうとするかもしれない、うん、で岸田さんとしてはそこでその小渕さんを利用して、あの茂木さんの台頭にを牽制しようとすると。茂木派だとさ、あと加藤勝信がいるじゃないですか。なんで加藤勝信の名前が出てこないんですか、こういう時に。やっぱりあの加藤さんはあの非常に能力者ですけども、うん、一方でその目立たないので、うん、なかなか声が上がってこないと。なるほど。ちょっと非常に、まあ、ある意味官僚的なところがありますので、ね、うん、それともう一つは小渕優子の日本の先頭にというのはそれは励ます会だからそういう要求したのは分かるとしても、
例えば客観的に見て小渕優子にそんだけの能力ありますかね、どうなんでしょう。いや、小渕さん自身の能力というよりも、ただしその長老政治家たちでね、まあ、小渕、これ言うのも日本の政治の悪弊ではあるんだけど、うん、小渕のお父さんのことを考えて、うん、小渕優子さんをもっとこう使ってあげなきゃ、優遇してあげなきゃみたいな考えを持つ人も結構いるんですよ、うん。それはあの、だって福田康夫さんみたいな人が総理になれるんですよね。お父さんのお世話になった人は持ち上げたわけですからね。いや、その福田康夫の話されると、ああ、そうかというちょっとそんな話するけどさ、でも結局その茂木さんにしろ小渕さんにしろ親中派なのでですね。そうですよね、まあ、自民党があのどこまで行っても親中派に突き当たるんですよ、うんうん。なるほどね。はい、じゃあ次いきますか。23番お願いします。はい、私の土地だから安倍昭恵夫人60歳の林外相追い出し作戦は功を奏するか、そうするのか、昭恵氏は吉田氏や安倍派会長代理の下村氏らとともに党本部を訪問、茂木幹事長への直談判に臨んだ。そこで昭恵氏は吉田さんの後援会長に就任することになりました、ぜひとも選挙区の引き継ぎをよろしくお願いしますと述べたという。実際昭恵氏は知人に、林さんは宇部3区ではなく1区に行けばいいのに、ここは私の土地だからと漏らしているという。これもちょっと古い話なんでしょ。もうだって決まっちゃったんですよね。かなり古い話ですね。今更そんなこと言って変わるわけないですよね、これは。まあ、あのただちょうどね、あの24日に、そうそう、先週の土曜日ね、はい、この、はい、この本を持って、本は持ってったんですね、うん、安倍昭恵さんの時に西岡さんと、うん、はいはいはい、ご自宅に伺ったんですよね、うん。まあ、その時もまあ当然ちょっとその選挙の話になって、うん、まあ、吉田さんはまだ若いからと、うん、あのいずれその林さんもずっとやってるっていうわけではないし、まあ、将来的にはあの選挙区は譲ってもらいたいみたいなことはおっしゃってましたよね、うん。ということは逆に今中国比例でということなんですよね、はい、つまり無所属で出てうぬというのはもう全くないということよね、うん。まあ、コスタリカという言葉も出たしというふうに、うん、まあ、コスタリカになるとは昭恵さんも思ってらっしゃらないんだけど、ね、言葉も出たしという言い方をしてましたね、ええ。まあ、ここはもう私もそう、なんかすごい主戦論がまだ、うん、まあ、今はどうかしらけど、先週ぐらいまでまだ随分主戦論が出てましたけど、でそれは無理ですよね。そ、仮に無所属で出て、もうだって先週のこの番組の時点でも決着ついてました、ね、ですよね、はい。それはもうしょうがないですよね、はい。自民党の中ので議員として生き残るためにはそれ無所属でっていうことはありえない話ですね。昭恵さんおっしゃってたのは、あのそのこの機会にその一生懸命勉強をして、うん、あるいは選挙区回りをして、本当にやってくれると思うからみたいなことをおっしゃってましたね、うん、ですよね、うん。これはまあそういうことでしょう。はい、じゃあ次行きましょう。24番お願いします。はい、維新公明党全面対決へ。日本維新の会が次期衆院選で公明党現職のいる大阪兵庫の6選挙区すべてで対抗馬の擁立を決めたのは、野党第一党奪取に向け対決姿勢を示す狙いがある。維新の馬場代表は常任役員会で擁立方針を決めた直後、記者団にこう強調した。党の方針を決めたので公明党と協議することはない、前を向いて進んでいく以外にはない。これはまあ前から馬場さんも言ってますよね、繰り返しね。まあ、ただ馬場さんら執行部は、うん、まあ、公明党が何らかの条件を出してきたら考えんでもないという気持ちがあったわけですね、うん、いくつかの選挙区については、うん。だけど結局維新の内部でやっぱり現場の人とか若い人が主戦論が強くて、うん、なるほど、まあ、それならばこっち側で無理に引く理由は何もないと、うん、それはそうだよね、なりましたよね、うんうん。だ、公明党側は公明党側でも前から言ってる話なので、うん、まあ、内心は戦々恐々としてるにしてももう織り込み済みでやるしかないっていう感じですよね、うん。はい、じゃあ次中国に行きます。25番お願いします。はい、中国が愛国主義教育法を提案、一党支配強化へ制度化。中国の全人代常務委員会が26日北京で3日間の日程で開会し、
全国民を対象とした愛国教育を制度化する愛国主義教育法の法案が初めて提案され、審議が始まった。国営中央テレビが伝えた。習近平指導部は、共産党一党支配を揺るぎないものにするため、思想教育の徹底を図る考えとみられる。ここまでやるかねという正直思いますけど、ね、つまり法制化までわざわざするということになると、これはもう反日教育をかなり強化するという意味でもあるわけでしょ。これは結果的にそうなります。そうなりますよね。まあ、その習近平さんも相当自分の足元をもう万全にしないと気が切れないのかもしれない、ね、まあそういうことなんでしょうね、きっとね。しかしこれ本当に世界のね、そのいよいよ自由主義圏の考え方からずれていって、もう今米中がこう関係改善とか言ってますけど、価値観的に修復できなくなってきますよね。そういうことだと思うんですよ。これでロシアが没落していけば、中国が世界中のその敵役というか敵になるわけですよ。これはこれで結構大変なことだなと思う。あ、その関連ですいません、あの一言いいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、だからしかし中国は毛沢東の時代は愛国主義教育やってないんですよ。あ、はい、つまりそれは共産主義理論ですから、敵は資本家なんですよ。なるほど。で、全世界の労働者が団結して資本家を倒すだったんです、はい、でしかし天安門事件が、まあ、鄧小平が改革開放をやって事実上資本主義を認めて、はい、その時から自分たちは中国民族として、抑圧されてきたんだと。で、抑圧した一番は日本軍国主義なんだと。日本軍国主義と戦ったのは中国共産党だから独裁してもいいんだというふうに、まあ、路線を展開したんですね。はい、で、特にこの愛国主義教育を強化したのは天安門事件の後ですよ。自分たちの支配を正当化するために民族主義を使うようになったわけです。階級の敵と言えなくなったので、民族の敵っていう概念を前面に押し出して、その民族の敵と戦うためには中国共産党の独裁が必要なんだという論に変えたわけです。そういうことですよね。だから天安門事件の時の鄧小平が抱いた危機感と同じような危機感をもう一度今習近平が抱いていて、国内締め付けのために愛国主義を法制化までしていると。なるほど、ね、そういう関係だと思うんですね。れいちゃん、その関連のやつで26番も読んでもらえますか。はい、三木慎一郎さんツイッター、これ愛国主義教育ではなく共産党に忠誠を誓わせる愛党教育の法制化です。今以上に抗日戦争をネタに反日教育が始まるってことです。まあそういうことなんですよね、これはね。はい、じゃあ次いきます。27番を読んでください。はい、中国がキューバに軍事施設建設計画。米国が中国への警戒感を強めている。キューバに共同軍事訓練施設を建設するために交渉しているというのだ。中国は2019年頃から情報活動をするスパイ施設を共同運営しているという。もし軍事訓練施設が完成すれば、米南部フロリダ州の近くに中国軍が駐留することになる。ソ連がキューバに攻撃ミサイルを配備し、米ソが核戦争寸前まで緊張したキューバ危機、1962年の再来を懸念する声もある。いや、再来も何も、これこそキューバ危機ですよね。これはアメリカはもうちょっと許さない話ですね。うん、そりゃそうでしょう。だってフロリダの先端からキューバって確か200数十キロぐらいしか離れてないんですよ。まあ、目の前ですよ。もちろん今大陸間弾道ミサイルがあるからキューバ危機の時代と違いますけども、それでもやっぱり象徴的な意味があまりにも強いですよね。アメリカの裏庭のもう一番前に、それはちょっとこれをね、強引に進めるとかなりこれ揉めると思いますよね、はい、ここはね、多分また経済制裁その時から始まっていろんなことが起きますよね。まあ、バイデンは弱腰だし、弱みに握られてるから、中国が高をくくってこんなことやってるっていう可能性もあるとは思いますけど、それにしてもちょっとひどいですよね、これはね。はい、じゃあ次ですね、最後ですか。今週の岸田メモ28番を読んでください。はい、アベル先生のツイッターです。はい、昨夜広島で岸田首相をよく知る複数の人物とあれこれ話した。私が
岸田さんは食事会の席などで、では食事会の席などでほとんど喋らないと言ったら、こんな言葉が戻ってきた。財務省の批判をしたらものすごく饒舌に反論してくるよ、地元でもそう言われてるのかと驚くやら納得するやら、うん、まあ、昨日ちょっと広島に行く機会がありまして、はいはい、夜懇親会みたいなのがありましてですね、はい、地元の経済界とか、まあ、名士のような方々がいらっしゃって、はい、うん、だからみんな当然岸田さんのことよく知ってるんで、はいはいはい、で長年の付き合いのある方や、あるいは講演会で幹部やってた方も含めて、うん、で岸田票を、まあ、聞くと話に聞いてみると、うん、やっぱりですね、我々が普段言ってることとあんま変わらないんですよ、ね、なるほどなるほど、あの 国家感が感じられないとかですねでその中で、あの、私がたまたま一度だけ岸田さんと飲んだことあるけど、うん、何言ってもんとかんとか言ってあのまともな回答がないんですよ、はいはい、って言ったら、あの、いや広島でも そうだけど、あの、財務省の批判をしたらすごく反応してくるよという話をして、うん、そうやっぱりそうなのかと、うん、それはちょっと少し驚きましてですね、まあ、岸田さんの周りはみんな東大法学部財務省ばっかりだからね、周りとか親類縁者、まあ、その方とはまた別の方がおっしゃってたのは、うん、まあ、広島っていうのはその宏池会だらけで、宏池会の件みたいに言われてるけど、うん、財務省の件なんだよっていう、うん、それはちょっと意味が正確につかめなかったんだけど、それぐらい影響力があるのかなというふうにですね、うん、思いましたね。まあ、宮沢さんの時からずっとそうですからね。あ、そういうことか。宮沢さん、小川一家もあの辺全部つながってますからね、本当それはすごいなと思うんですよ。だから東大に3年連続で落ちた岸田さんはもう本当に落ちこぼれだったんでしょ。それでやっと国会議員になって、総理大臣までなって、やっと俺はなこうなり遂げたぞと、それで広島でサミットをやってやったぞと痛いわけですよね。痛かったんだよね、うんうん、だけどそれは失敗しちゃったんだけどさ、結果的には。はい、ではレイちゃん、アンケート調査結果の発表してもらえない。うん、届いてないですね。結果が出てない。うん、まだ時間が22分なんで早いんですよ。まだ8分もある。じゃあしょうがないから質問、我々の質問案にちょろっとやりますか。はいはい、それでは畔蒜先生への質問が届いております、はい。立憲民主党の泉代表、選挙方針がブレブレで党内に逆風が吹いているそうです。仮に泉さんが辞めたとしたら、次は誰が代表を務めるのですか？いや、それはもう多士精静でですね、多士精静もうまさに立憲民主党の顔にふさわしい方々がいっぱいいらっしゃいます、はい、例えば辻元さんとか蓮舫さんとか小西さんとか杉尾さんとかですね、もうパッと考えただけでも次々に、ね、名前が上がってきてですね、まあ、さぞや素晴らしい政党になってまた議席を減らすんだろうなと非常に大きな期待を持って眺めてますですね。なるほどね。で、泉さんはもともと衆議院選挙で150議席取れなきゃやめると言ってましたけど、あの公約はまだ続いてんですかね。続いてますよ。だってそれで一遍取り消そうとしたら蓮舫さんが追い詰めて、うん、あの、結局いや、もうやっぱりやめますというふうに言わせましたからね。言わせる、なるほどね。ザ・打ち毛場って感じですごかったですよね。まあ、そういうわけで蓮舫さんも本当にまたやりたいと思ってるんでしょうしね。でしょうね、本当。はい、はい、じゃあもう一問いきますか。はい、はい、それでは西岡先生です、はい。先日のミサイル発射失敗のせいか、金正恩の顔がやつれていると話題です。北のミサイル実験ちょいちょい失敗しているイメージがあるのですが、先日の発射はそんなに大事なものだったんですか？まあ、やつれてるっていうのはあのミサイル発射のせいではないと思いますけれども、ダイエットしてたんですけどまた太り始めてですね、で、あの、不眠症もあるみたいで、これはあの不眠症の薬をかなり輸入してるっていう情報を韓国の情報機関が取ってて、これは、まあ、根拠のあるあの情報のようですけど、私はまあ内部から聞いてるのも同じことを聞いてましたけども、まあ、チャン・ソンテクがで夢に出てくるとかね、で不安でだから枕の下に
ピストルを置いて寝てるとかそういう話は聞いてましたけど、だからまあワインを10本とか20本飲んで、10本20本一人でですか、それで最後にあの高いあの、まあ、ウイスキーとかね、そういうの強い酒を飲んでやっと寝れると、そうじゃないと眠れないわけですね。でタバコもやめられないと、だから健康的ではない生活をしているのは間違いないというふうに、思います。で前回のミサイルは、ミサイルというか彼らの言う ところによる、まあ、軍事偵察衛星の発射の失敗だったわけですね、はいはい、であの必ず成功するという情報が金正恩に上がっていて、はい、だから予告してあげたのに、まあ、失敗してしまったんでね、うんうん、あのまずはあの韓国側が失敗したと言ってワンワン言うだろうから国際社会にすぐは失敗したと認めたと、しかし国内には言わなかったんですが、この間の党の会議で、失敗を認めまして、そしてしかし次をやるんだということは言っていました。まあ、早く軍事衛星を持ちたいし、あの持つことができるというふうに金正恩のところに報告が上がってたのに、それが失敗したんで彼は怒ってるのは事実だと思いますけどね。なるほどね。それ最近です面白かったのは、はいどうぞ、はい、あの韓国軍が、ロケットの一部分は回収できたんですけど、はいはい、そうじゃなくて軍事衛星そのものを回収したということを韓国の新聞が書いたんですね。衛星そのものでも韓国軍当局は否定してるんですが、もしかしたら、 だから相当そこには機密の塊ですよ、ね、そりゃそうでしょう、ね、衛星だからね。で中国に頼んで中国に拾ってほしいと言ったっていう、はいはい、これはほぼ確実な情報があるわけで、そうすると中国の技術が入っていることが証明されるかもしれない、あるいはもしかしたら日本製のカメラがそこに使われているかもしれない。なるほど、なるほど。まあ、あのちょっとあの次の報道に関心がありますけども、何か分かればまた来週報告したいと思います。韓国の大手しかなんかなんですか。そうですね、朝鮮日報とかそういうところだった。なるほど。もう一問やった方がいい。いや、もうアンケートでみたいです。はい、じゃあアンケートお願いします。アンケートが完了しました。557票。30年もの長い経済停滞の終わりの始まり 9%、うん、コロナ明けで景気マインド上昇 11%、株価の異常な上昇は根拠が薄い 20%、まだまだ景気回復の実感なし 58%。ということで先生方の感想を伺いたいということです。まあ、景気時間ないというのはそれはまあ非常に普通のというかね、ああそれはそうでしょうねと、3万3000円だからって我々の生活に何が関係あるのというふうに、ね、直接はないわけですからあんまりないし、大体海外投資で日本株が割安だから買われてるだけでしかないから、そのことが日本国民に関係あるとは到底思えないし、それよりもやはり物価、電気代も含めてそれから物価の値上がりがものすごいから、これを何とかしてくれというほとんどの方みんなそう思ってるんじゃないですかね、うん、どうですか安倍さん。それはそうだと思いますよね、うん、まあ、私一応バブル期も経験しましたけども、はい、まあ、あの産経新聞に言うとバブル関係なかったんですけど、まあそれはあんまり感じなかったですけどもそれはともかくとして、ただ実感は、ね、薄いんですが、そういってもこんだけ株価が上がると年金運用資金が、はい、そこの、ね、すごくこうあの儲かりますので、はい、初代的な年金とかそういう分じゃあの非常にいいことだとは思いますけどね。西岡さんどうですか。まあ、私もそれこそあの株やらないので、うん、バブルの時もそうでしたし今もあんまり関係ないですけども、でも金融機関が不安定になったりするようなことはないという点でもね、まあ、それにあの、まあ、考えてみれば私も大学に勤めた時は大学はまあ運用してましたからね、そういうところでみんなあの運用しているところが株が上がるというのは大変いいので、うん、じわじわと良くなっていくっていうことは実感できるんじゃないですかね。まあ、問題はその税収が上振れして、はい、過去最高とか言われてる中で、うん、
じゃあ減税だとか、まあ、減税じゃなくてもこういう使い方をしますとかじゃなくて、ただ増税とかそういうのが聞こえてくるっていうのが残念ですよね、うんうん、はい、では時間が来ました。これくらいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。